どうも、シリュウです。全国大会お疲れ様でした。そうですね、全国大会の試合面白かったですね。あの中継の方式、相手の指揮とか舞台の生存状況とか見えるから情報量見やすくて、試合どういう状態なのか分かりやすくて面白かったですよね。というわけでですね、作ってみました。相手の指揮と舞台状況見えるような動画、これね、普段の動画からこの状態だったら絶対面白いと思うんですよ。今どういう盤面状況なのか分かりやすくなりますよね。ただこの方法ですね、相手の視点を取って、自分の視点と相手の視点を取ってやってるんで、1個の動画作るに200コインかかっちゃうんですよね。だから広告入れてます、許してください。その代わりはその分面白い動画にしますよ。そんな感じでやっていきます。こちらのデッキは今回強化されたカード、火器だったり魚体だったり早急だったりを中心に組んだ5枚のバランスデッキで、火器ってカード本当にもともと強いなって思ってて、結構使ってたんですけど、全環境だと加田候補数で大志寺藁の消去だったりっていう感じで、トップメタのカードに妨害を消せるカードが入ってたんで、環境が合わなかったっていうんで使われてなかったっていうところだけだと思うんです。ここなんですけど、こういう相手部隊をもう挟める、ほぼ撤退させれるなっていうのが確定した時に、この相手の部隊の進行方向の後ろを取るんですよ。この方法だと自分が通って、相手が通った後ろを自分が通ることになるんで、砲塔が塗っていったマスを火器が塗り返していける状態になるんで、塗り状況の有利が作りやすいですという感じです。で、砲塔を囲んで、こっちの部隊はいい感じに全員綺麗に残ってくれたんで帰りましょう。でこの際にですが、塗り状況をいい状態作れてるんで、相手は次内乱止めるに舞台を出さなきゃいけなくなってるんで、で塗ったおかげで観光がじっくり止まって、じっくり止まってってやる猶予もなくなったんで、削れていい感じになったかなと思います。ただここの内乱は止まっちゃいますね。でここなんですけど、柵をなるべく壊させないように、相手の柵が接触するタイミングでカツッと当てて、柵乱戦での弾きが発生したタイミングでちょっと下がるっていうのをやると、柵を削られずに戦闘できるんです。お得感強いですね。というところで4部隊入れに行って、火工橋火器はリードを取った状況ですごい強いカードなので、序盤少々指揮吐いてでもリード取りに行けるとこの形が作れるんでいい感じですね。でここなんですけど、相手は砲塔、ただここはもう相手が3部隊状況で、かつ火器で部隊を止めれているので、この間にリード取りにリード広げに行く感じの動きしてるっぽいですねぽいですねっていうのは、もうこれね、バージョンアップ当日の試合なんで。でここで早急の呪文、1.5 個隙間なんであんまりダメージは入んないんですが、でここで観光が切れると、2発目は入らない。ガサイの工場が入る。でここなんですけど、できることなら即撤退させるんじゃなくて、じっくりじっくり行きたいですね。工場入ってガサイは振り向けないな、ちょっと もったいないですね。もっとギリギリまで、本当にギリギリの朝差しだったら今の取れましたね。で、一応柵はほんのちょっぴりだけ残ってくれて、でもうここはもうリードが大きい状況なんで安全策で行く感じっぽいですね。あんまり無理せずに、でここで3部隊入ったところで、火器と、これあれですね、4部隊揃えさせない間に撤退させられれば、相手が完全に万全の状態で砲塔を撃てるわけじゃないんで、多分ここリードというか殴られずに済むんじゃないかな、この状況だと。ただ念を押したら連環叩きたいところ、叩きましたね。
これで防作復活もあるので確実に、まあ、城取られることはなくなるかと思います。で相手は再起だったら序盤壊滅した段階で使ってると思うんで再起では なさそう。なんか早急の動きがえらい頑張ってますね。まあ自分のプレイングなんですけど奇抜なのヘッドクソだなこいつ。もうちょっとしっかり牙扱えるようになりたいですね。というところで相手は増援士気向上、防護ついてないんでなんとかやりやすい形かな。で、カキが当て身しに行ってると。そうなんですよ、カキこのカードも弓の打てる歩兵として割り切って使っちゃうと相手が亡霊デッキの時は弓の打てる歩兵として割り切って使っちゃうぐらいでいいと思いますね。性能がすごい妨害計略としてもともと武力マイナス4速度 0.5 倍っていうのを式4でやってくれただけで強かったんですけど今回のアッパーを受けたことで移動速度が 0.4 倍か 0.3 倍かな、相手の2倍速がサイオーラ出てなかったんで、だからまあかなり指揮効率いい計略になりましたね。もともと全バージョンがカデや消去と妨害に強いカードが流行ってたっていうのもあって妨害計略自体ほとんど使われることがなかった。で妨害計略持ちのカードがその影響で軒並み勝率低くなってたから今回妨害計略ががっつり情報修正入ってるのもまあ納得かなという感じですね。というところでここはあれですね、落城取りに行った方が早そうなんで落城取りに行ってる感じっぽいですかね。で城門が入って落城という感じでしょうか。ここまで見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。